終わるまではワンズ、あのスラムダンクの曲ですよ。熱いぜ、いいですね。今のは聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガゼレリルオリジナルショートカットバージョンでお送りさせていただいております。フルでやりたい方、2番のね歌詞とかこれコード進行一緒ですね、歌詞を書き足してオリジナルのフルバージョンの楽譜を作ってください。動画のテロップと一緒にできた方、それでもやっぱり自分で書いてそれを見て自分だけで演奏してみるのをお勧めいたします。その時の参考にガズのノートを写そうと思います。これイントロなんですけど、これかける2ですね。ちょっと長めだったんですけど、今のはね、シンプル簡単バージョンは1回だけで4つ弾きでやりました。後半は2回やろうと思います。でこっから歌が始まります。これですね、この曲思ったよりゆったりしてるというか、テンポがね遅いっていうかね、言い方わかる、こうどっしりしてるんですよね。なんで早くなんないように気をつけた方がいいかな。その方がこうどっしりした感じが出ると思います。はい、シンプルなコード進行で進んでいきますが、見てちょっと書き出してってください。ちょっとわかりづらいという方、動画のテロップを一時停止してもらってもいいかもしれません。じゃあ一時停止でね、お願いします。ここに止まるとかそういうのあるんで、ちょっと参考にしておいてください。でここからサビですね。で、あの、ガズレレの楽譜の特徴として、この下にくるっと囲ってあるやつは、後半やるかっこいいバージョンでこういう弾き方しますということで、ここはね、ワンブロックにコード4つ書いてあって、なんか記名とか書いてあるんで、まあこれ後で解説しますけど、ちょっとここに、記名が入りますということでございます。で、最後ここまでやったら、イントロのフレーズに戻るということで、ここをやって終わったというのが今のガズレレバージョンでございます。じゃあちょっと出てくるコード見てみましょう。はい、ここに書いてある。C、Am、F、D、G7、Em7、A7 です。これはね、結構、今日入門コードですよ、これは。はい。1,2,3,4,5,6,7 個のコードでやってみました。このね、7個のコードはですね、超入門コードのグループ、すなわちこれです。ほい。ガズレレ必須コード。これで私が以前めっちゃわかりやすい解説動画を上げてます。ここにリンク貼っておきます。ここでガズレレ必須コードは面白く楽しく愉快に覚えましょう。それを覚えちゃったら今日今のシンプル簡単バージョンはできますよということでございます。はい。気持ちよく歌えると思いますんで、ぜひやってみましょう。これちなみにワンズさんの同じキーなんでね、CD とかに合わせて一緒に歌います。だから男子はもう超熱唱できるタイプのやつだと思うんで、どんどんやってみましょう。じゃあここから、かっこいいバージョンの解説に入っていこうと思います。まずですね、コードは基本的に一緒。で、弾き方なんですけど、これね、まずはですね、8ビートかのチャでやってみてください。そうするとどうなるかというと、
大都会に僕はもう一人でだから、で世界が終わるまでは離れ、こんな感じで8ビートのチャッと、あるいは8ビートでやってみる。まずこれをおすすめします。いいですか。なんですけど今日はさらにもうワンランク上、さらにかっこいいバージョンやりますからね。はい、わかりました。順番ですよ。最初やったシンプル簡単バージョンで4つ弾ができたら8ビートでやってみる。その後このまださらに上のバージョンを今回はやろうと思います。はい、このかっこいいバージョン、まずね弾き方いっぱい出てくるんですけど、まあ順番にやっていきましょう。イントロ2回繰り返すなんですけど、最初のイントロの一回し目はねつまみ弾きっていうのをやろうと思います。こんな感じで、つまみ、つまんでピッと引っ張り上げる。はい、こういう風に1弦は薬指、2弦は中指、3弦は人差し指、4弦は親指、こういう風に1回つまんどいてこうパッと引き上げるんですね。これをアクセント、タッ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 、こんな感じでイントロの1回目、こんな感じでやろうと思います。はい、そしてイントロ2回目とサビでは16ビートのチャなんですけど、今回はね、ちょっとね普段の16ビートのチャと違う弾き方、こんな感じです。ダンダカタッタカダンダカタカ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 タカダンダカ、はい、こんな感じ。これもね一応書き出しました。ここに書いたんですけど、イントロね最初つまみ弾きかけ&16ビートのチャなんです。この16ビートのチャサビと一緒で、ここトントコチャコトコトントコチャコトコ、ちょっとシンプルな感じ。 C だけでやるとトントコチャコトコトントコチャコトコトントコチャコトコトントコ、まあ16ビートのチャなんですけど、ちょっとよりシンプルなやつというふうに覚えておいてください。そしてさらに今日一番ね、注目いただきたいのはこのね A メロと B メロで、 A メロと B メロでダウンピッキングミュート、この弾き方や。これねここに書いてあるダウンピッキング、ダウンピッキングで、ここミュートって書いてあるんですけど、ここ見てください。トートータトートートータトなんですよね。トートータトートートータト。こういうイメージなんですけど、こんな感じ。ワン、ツー、スリー、フォー。大都会に、僕はもう一人で。演奏だけ。ミュートっつうのはですね、これね、エレキギターの弾き方なんですけど、ここ、ブリッジってここに白いとこがあるでしょ。まあ皆さんのクレー白いとは限らないんですけど、ここに、右手のここの部分を、こう、押し当ててというか、こう押してですね、音の響きを止めながら弾くんですよ。つまりだから、ここは固定されてるわけね。ここは固定されてるわけ、ここはね。その上で弾くから、ここだけのこう動きになります。で、ここでさらにアクセント。どんどんダンどんどん。こんな感じ。これはね、ハードロックとかヘビーメタルっぽい時にね、これね、ワンズさんのこの A メロとかも、エレキギターがジュンジュンジャンジュンジュンジュンってなってるんで、それをちょっとなんとかこう、グレーで再現しようと思ったんですけど、これ、ダウンピッキングっていうのはダウンだけですよ。ジャン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 。イメージとしては。ダンドゥンドゥンドゥンダンドゥンドゥンドゥンダンドゥン、はい、力強いイメージなんですけど、このウクレレでやるところにそれ価値があるわけですから、皆さんちょっとチャレンジしてみて、このアクセントとかちょっと離してもいいかもね。ドゥン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 、はい、ミュート奏法でいくことです。もう一回確認、ここのところにこの右手のこの部分をこういうふうに押さえて、こういうふうにここで音を潰す。で、ドゥンドゥンダーとダーの時にはちょっと離してもいいかもしれない。はい、これがちょっと斬新ですね。ミュート奏法を使います。なんで、イントロの一番最初はつまみ弾き。2回目繰り返すときは16ビートのチャ。A メロ、B メロはミュートのダウンピッキング。はい。で、またサビで16ビートのチャ。なかなかのリズムでございます。はい。そういうことでね、今日ご紹介したのは、まあ、一応全部言っておきましょう。まずは、8ビートのチャでやってみてください。それができるようになったら、次、16ビートのチャっていうのを一応題材にしておきましょう。この2つの弾き方プラス、イントロのこの、つまみ弾きみたいなのは、ボサノバビートっていうのがちょっと役に立つかもしれません。なので、ちょっとこれ一応参考になるようなそうなのを置いておいて、この3つの弾き方をですね、
ここのリンクでちょっと勉強してみましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚です。その中から8ビートのチャ、これはまず前段階です。で、16ビートのチャはかっこいいバージョンの練習材材としてやってみてください。皆さんもご存知だと思うんですけど、16ビートのチャっていうのはね、リズムの中でも一番難しいレベルなんで、まずは8ビートのチャができてからの話にしといてくださいね。はい、よろしくお願いします。いろんなメリハリをつけた弾き方で、世界観を盛り上げてやってみようと思います。そしてですね、決めがあるんですよ、ここ。儚き想いのところの、もうここ。ここ、ワンブロックに Am, G7, F なんですけど、ここの G7 と F で、ここに書いて、ダーダーってやりたいんですけど、ここも同じところです。ちょっとここをやってみましょうか。ちょっと前からやってみます。ワン、ツー、やつれきた心までも壊す。儚き想い。こんな感じです。ダーダー、G7F でこう、またいで、ジャージャーってこう、オープンして伸ばす感じです。ここちょっと、決めやってみましょう。で、イントロで、ちょっと、こだわりのフレーズ、ワンフレーズ入れていただいてます。ちょっと最初でも演奏します。イントロの一番最後ですね。でんでけ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 。ダーエイトか。わかった？このエレキギターのフレーズ。これをちょっとやってみました。一応ね、どっか書いておきますけど、こういう風に2つ押さえて、1弦と2弦の3フレットをこうやって押さえます。右手もこの2本の弦しか弾かない。で、ここで3と5を行ったり、スライドです。わかった？こことここを押さえて、このまんま、今3フレットでしょ？ 2 つの弦。はい。こんな感じ。次は、1弦と2弦の0フレット。3、5、3、0、0。次は、2弦と3弦の2フレット。こんな感じ。2フレット、3フレット、2フレット、また0フレット。口で言うと、でててててて、これはエレキギターの技なんで、ちょっとこれ難しいですけど。まあ、今回、面白企画として一応やってきます。はい。これ瞬間。これをメロディーを入れてから、大都会に、だから入っていこうと思う。ちょっともう一回ゆっくりやってみましょうか。じゃあ、ここ押さえますよ。3フレットね。1弦と2弦の。ちょっとこれぐるっと、このスライド難しかったら、これだけでも十分かっこいい。5、3、0、3、2、0ですね。はい。ちょっとこだわりたい方、このフレーズ、ちょっと面白そうと思った方は、ちょっとここだけトレーニングして、後で入れてみてください。こういうの入るとまたちょっとね、躍動感が出ると思います。それでは、やってみましょう。世界が終わるまではワンズ。スラムダンクの名シーンを思い浮かべながら、熱く、いきましょう。ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる！ワン、ツー、スリー、ゴー！
の足りじない、この足りじない、ワンズ、世界が終わるまではガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。もう、スラムダンクのもうシーンがね、ぐるんぐるん出てきますから。やっぱりアニメソングこれね、力強くやるっていうのはまあ、気持ちがいいですよ、皆さん。おっきい声で。やりましょう、力強く。はい。ありがとうございます。さあ、ちょっとご案内ですけど、2023年はガズレレがスタートしてですね、生誕10周年。皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。それを記念しましてですね、東京、名古屋、大阪で5月にイベント開催です。5月14日昼間の時間、東京吉祥寺、大阪は5月19日夜の時間帯、5月20日昼間と夜、2つ時間帯があってイベントを名古屋で行います。詳しくは概要欄に貼っておきます。ぜひ皆さんチケットご予約いただいて、ライブハウスでお会いしましょう。でもいろいろやってるんですけど、このね、ガズピアノというのをやってるんですよ。これ、ガズがやってるハニーさん、私の愛するハニーさんと一緒にやってるピアノ教室なんですけど、ここでね、YouTube チャンネルも、これ YouTube やってるんですけど、なんと本が出版されております。めちゃくちゃ楽しくて、これウクレレやってる方だったら、本当あっという間に鍵盤弾き語りもできるプログラムになってますからね。世界で一番簡単な鍵盤教室です。ぜひこれもYouTube と本の方もですね、これ Amazon でこんな風に調べてみてください。そしてですね、ガズレレでは、アプリがあります。ガズレシピという便利なアプリ、楽譜が見られるアプリなんですけど、このねアプリの特徴は、スマホとかタブレットで見られるんですけど、自動スクロール機能とかメトロノーム機能を満載していて、もう曲がですねかなりの曲数になってます。40曲のブロックが9ブロック、みたいな感じで、だから3も300曲400曲近くあって、この楽譜の特徴は簡単版だけじゃなくてかっこいいバージョンも載っているということで、かなり、ね、皆さんご支持いただいてます。そしてこれアプリダウンロード、皆さんぜひ皆スマホとかねタブレットにしていただきたいんですけど、入れるインストール自体は無料ですからね。で、中のコンテンツで有料課金もありますけれども、見やすい楽譜なんで、これはね、かなり有用だと思います。いっぱい重たい楽譜を持ち歩かなくてもね、タブレットで見れるとかすごくいいですからね。で、あとね、そのね、楽譜だけが本当の本になって登場しております。ガズレシピの本のバージョン。こっちも Amazon で販売してますね。ぜひともご覧になってください。そしていつもガズがね、使ってるこのウクレレに挟んでいる、水引き。これガズの両親が作っているね、手作り物の水引きでございます。そしてあとハニーさん手作りのこのストラップだとか帽子、T シャツとかいろんなグッズ盛りだくさん。こんな感じでね、ガズレレ公式ホームページのトップページにバナーもあったりとかするんで、ぜひね、いろんなもうグッズでね、さらにテンションも高めていったりとか、もうあっちからこっちから音楽を楽しむ要素盛りだくさんでございます。こんな感じでガズレレ盛り上がっていくぜということでございます。本日のレッスンはここまででございます。またお会いしましょう。さよなら、バイバイ、またねー。